さあ今回はですねベアリングの、まあ、僕いつもメンテをね見ていただいている方は知っておられると思うんですけど、スプールベアリング以外のベアリングはほぼ全部グリスを入れてます。オイルじゃなくて、まあそういう人意外と多いと思うんですよね。慣れてる人ほどグリスを入れてるのかなとか、まあ、耐久性重視というか、まあ、持続するんですよね。でベイドリールって基本的に水が入るんですよ。でスプールにラインに水がついてます。水を含みます。スプールで巻き取ります。ここで水飛びます。まあ、ここでも当然水持ってますけどね、飛びます。水つきます。つきますね。中まで入ります水がね。で入る作りです。ですのでどっからでも入ります。でここにこのスティーズならここにこう3箇所これ水抜き穴ですよ。水が入るんです。はい。特に左巻きの人は入りやすいかもしれないです。投げるときこう投げるんで下に水が落ちます。こっち側にね。まあどっちにしろ巻いてたら水入るんで、右だろうが左だろうがっていうのはあるんですけどね。なのでオイルよりも耐久性のあるグリスを使ってます。でグリスもまあ軽めのものを使ってますよ。当然ねグリス使ってる方が調子がいいかな。ベアリングの耐久度が上がるわけじゃないですけど、ベアリングの持ちもいいはずです。グリスの方がしょっちゅうメンテナンスしてしょっちゅう変えれる方はオイルの方が、回転も良くて回転速くなります。ただ僕の場合は巻物が中心で、でまあそこそこ重いもの、そこそこですよ、ビッグベイターではないので、まあ、そこそこ重いもの1オンス前後のものを投げることが多いです。でシャットテールが基本なんで、で巻き感が欲しいんですよね。そうするとあまりにも軽いとわからないです。テールのこのプルプルが分かりたい。ちょっと重めにしてます。で軽いといいんですけどね、打ち物とかするにはいいんですけど、まあ、巻くときはやっぱり滑らかさも欲しいんで多少、グリスにしてます。ですごい酷使するんで、もう2日間とかずっと投げたりとか、ずっとって言っても飯ぐらい食いますよ。寝るしね。ただまあ昼も夜も投げてたりするんで、でおかっぱりなんでロッド2本ぐらいでローテーションしながら、で持っていくのは4本ぐらい持ってきますけど、やはりこの耐久度っていうのは欲しいということでグリス入れてます。でそういう時にね、グリス入れる時、どうするのか。通常のベアリングがこういうもんですね。シールドされてます。これシールドね、シールドされてます。でここね、隙間ね、まあ、オイルなら入るんですけど、回してたらグリスはねまず入らないです。普通にこうやって取っても。で中はどうなってるかって言ったらこうなってるんですね。これ最初からオープンのベアリングです。なので、中見えてます。まあ、グリスをねオープンにして入れてもいいんですけど、せっかくグリス入れてるのに流れていくんですよね。オープンにしてると、オープンにもいいとこありますよ。メンテナンス性がいいとかね、そういうのあります。ただまあグリス入れるんやったらシールド入れてる方がいいかな。一旦シールド外してグリス入れて蓋開けて、でここにグリスを入れてシールドするっていう方もいらっしゃいます。こう外すときにシールド変形させたりするっていうことがまあまあ僕の場合はあるんで、僕はもうしないです。はい。安全ピンかなんかでピーンって取ったら取れるんですけどね。なので僕は何個かだからシールドを外すやり方、もしくは例えばこういうもの、袋ね、ちっちゃいこの大きさのものに入れて、ここにグリスを入れます。ほんでこう揉んでやるんですよね。まあちょっと一回やってみましょうか。とりあえずバラしますわ。でこれ最初にグリス入れてるんで、すでによく洗ってやってください。
ピニオンギアの軸のとこですね。この2つが、まあ一番大きい、口径の大きいベアリングになります。よっ。でね。で、このベアリングを洗ってやると。で、ベアリングが2個出てきました。はい。そんでね、まあ2個目の方法ですね。1個目はまあシールド外してやる。まあ、僕はおすすめしませんと。まあ、反感買いそうですけど、やっぱできることとできないことがあるんで、破損すると怖いっていうことはあまり言いたくないんで、まあいくらね、自己責任とはいえね。まああまりもったいないんで少量でやります。本来やってないんで、これは。グリスをね、多めに入れてやります。もっと入れないとできないです、これは。このやり方は。そんで、ここにベアリング入れます。でね、密閉します。空気抜いて。もっと入れますよ、グリスは。で、こうやって揉んでやるんですよ。なら、圧で中に入ります。そういうやり方です、これは。ただ結構ね、グリスがもったいないことになるんです。なので、まあ、これは、そういうやり方もありますよっていうことです。一番やりやすいやり方。で、そこで登場するのが、これ僕実際使ってます。時間結構かかるんですよね、グリス入れるんって。その代わり、入れたら、もうまあまあ、もう1年は、ほぼメンテいらないと思います。で、1年、まあ他の部分ね、ギアとかのグリスアップはしないといけないです。で、ベアリングに関してはもうそこまで破損、損耗というか、寿命が来てたら別ですけど、普通に使ってて、そのゴリ感とか、ないんであれば別にグリス、オイルとか差しに行く必要もないんで、グリスなんで、1年ぐらい平気で持ちますね。それでいて、まあ滑らかですよね。まあ定期的にね、その辺、こういう薪に関係するとこなんで、開けてやった方がいいとは思いますけど、まあ僕は大体1年に1回ぐらいです。オーバーホール。クラッチも全部バラすのは。それで、ここで登場するのがこれ。ベアリングリフレッシュツールって言います。これ何ぞやっていうと、ベアリングリフレッシュという名の通り、ベアリングのオイルを脱脂するときに使うんですね。こういう、これはまあ上はグリス入れるとこなんですけど、これはもう置いときましょうか。で、ここに穴開いてます。で、ここ下ね。抜けるんですよね。ここも穴開いてるんです。中にこういうものが入ってます。まあ、使っちゃってるんで、結構あれですけど。で、これが何すんねんって言ったら、例えば、これグリスついてますね。これを、この、まあ、グリス、ベアリングの形によって、ここ、穴の大きさが違うんです。まあ、合うとこ探し合って、入れますよと。で、乗せます。で、かぶせます。そんでね、これ。これをここに刺すんです。ちょっと、カメラがあってね、刺せないんですけど。こうね、刺すのですよ。ね、そうするとブシュブシュ出てくるんですよ、下から。そうすると中までバツクリーナーが噴射されて、まあグリス取れますよって。お、ほんまに取れてるっていうことなんです。うん、取れてますね、ちゅうことなんですわ。まあ安いんですけどね、パーツクリーナーって。まあ別にこれでこうやって洗っとっても全然洗えるんで。僕はこの機能は正直使ってないです。こういうことするときね、キッチンペーパーをね、これぐらいに切っとくとすごく使いやすいです。
まあ僕の本来のというか、まあこれの使い方ですね。グリスの入れ方、まずベアリングをここにつけます。あ、合わないんですね。そうすると裏面に合う突起があるんで、ここにかぶせます、ね、これね、ここにかぶせます。そしてこれをかぶせる。でこれ乗っけます。これをね、こう乗っけます。ポンですよ。この中にグリス入れます。一応ね、半分まで、半分以上入れても意味ないです、ぶっちゃけ。あの、はみ出るだけなんで。ただ少なすぎると圧がかからないんで、あの、圧が逃げちゃうんで、これぐらいでいいです。全然2回目なんかもっと少なくてもいけるかな。まあたっぷり入れたら確実ですけど、結局あぶれるんで、まあ、入れましょうか。まあ半分以内に入れときます。そしてこれをね、こういう感じね。この圧が大事。まあ下に落ちてますよね。こうやって出てますよね、ニュルニュルンって。まあこれがまあ入った証拠というか、漏れるぐらいでいいです。ケチると結構入んないです。でケチらないとすごくもったいないことにもなるし。で取ると、ならこうなってます。これはね、もったいないんでね、戻しておきます。はい、入りました。これでまあ余分なグリス拭き取って入れてやったらいいんじゃないですかね。というわけです。これがベアリングリフレッシュツールの使い方です。まあそんな高くないものなので、ぜひね、1個持ってるとまあ便利かなと思います。僕は結構好きで使ってます。まあベアリングを洗浄するもよし、グリスを入れるもよし、結構ね、グリスは入れると、あ、便利だなということが実感できるものやと思いますよ。うん、僕はおすすめしておきます。まあちょっと重くなるかもしれない、重いと思う人がおるかもしれないんで、まあその時はね、またあの洗浄してオイルに枯れてやればいいと思います。というわけで今回は、まあベアリングにグリスの入れ方、それとベアリングリフレッシュツールの使い方ですね、こちらのご紹介でした。というわけで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。